50。なに誰だ、工場に無断で入ってきたのは。あ、来た。人がいたのか。見つかった、逃げろ。見つかっちまったの。逃げましょう逃げましょう、警報なってる、逃げましょう。やばいな、早逃げんと。少し待て、この銃なんだが。柳さん、何をグズグズしている。部屋から出るぞ。柳さん、ちょ、話は後で。それ1個だけ持ってきてください。とりあえず1個だけ持って逃げましょう。レンジ、何をしている。レンジ、こっちに来い。何、柳さんどうしたの。扉が。柳、レンジさん、何を言いかけたんですか。この扉開かへん。閉められた、閉じ込められちゃった。柳、仁王、富士。あ、いや待って、柳以外にも閉じ込められてたわ嘘。分断されたか。なるほど。あっちだ。あ、新井さん来た。逃げましょう。あかん、とりあえず。見つかってもだな。仕方がない、ここから急いで離れるぞ。いや、まあよかった、柳さんだけじゃなくてよかったわ。でも柳さんたちが。レンジたちなら心配ない、必ず切り抜けてくれる。そうやな、こっちも逃げることを考えるとな。行くでなんでこういう緊迫した雰囲気だけ名前で呼ぶんだよ台無しだ。あ、はい。なんとか追っては負けたようやな。ああ、だが負けたんだ、すごいね、さすがテニス部だね。とにかく外に出て。いや、ちょ、マジ、落とし穴にだけは気をつけましょう、みんな。そうやな、けど。いや、そうそう、めちゃくちゃね、広いらしいんだよ、この施設、地下の施設。先に進むしかあるまい、他に道もない。うん、前回も結局ね、出口を見つけることはできなかったというね。大丈夫かこんな緊迫した雰囲気の中でオフしないでください、押谷さん。すまんな、あの時無理にでも自分を止めとったら。いやいやいや、私が勝手についてきたんでね。そんなことないです、私ユイシさんと一緒にいたかったから。俺が命に代えても守ったるからな。ありがとうユイシさん。いやいや、もうそういうの後にしような今そういうあれじゃないから、行こう行こう行こう。なんでこんなとこに橋があるんや。かなりの高さですね。いや、これはまさかあのパターンか。とにかく先に進むしかあるまい、行くぞ。来るぞ来るぞ。はい、来た。待て、お前たち。新井さん来た。止まれ。柳沢さんも来た。柳沢さんだってよな、正しくこの人の声。追ってか、後ろから来たか。お前たちは先に行け。いや、真田が残るのはマジで、あれだな。終わったな、あの二人。え、でも。あんな奴らの相手は俺一人で十分だ。いや、あなた中3なんですよ。中学校3年生。真田。真田さん。カッコつけすぎやで。けど、頼むわ。いや、絶対大丈夫だよ。分かっている、この橋は一人ずつしか渡れ、一対一なら俺は負けん。いや、負けなさそう、ガチで負けなさそう。さあ、早く行け。すまんな。後からちゃんとついてこいよ。おー、なんか標準語の勇士いいじゃん。なんかこういう時だけちゃんと標準語なんだ。いや、今のはちょっとグッときたな。後からちゃんとついてこいよ。分かっている、さあ行け。いや、今の標準語の勇士はちょっとグッときたな。広場か。行き止まりみたいだな。
あ、サナダ、サナダさん。罠か。ご丁寧だっちゃ。おいでなすったぞ。おいでなすったぞ。おいでなすったぞ。いっぱい。さっきの人いるし。数でしょうか。立花さんもね、殴り合い得意ですからね。お嬢ちゃん、俺のそばから離れたらあかんで。いや、わかりました。え、なになに。しつこいやっちゃな。男に付きまとわれても嬉しいないわ。戦うのね。面白いよなこれ。本気ば見せとお前。あー、よきよき、立花さんよき。あかん、これはキリがないわ。中3男子強すぎな。相手だって結構本格的な、そういうのだって職業にしてる人だからね、多分。バッテン、ここはおいが。あかんて、立花。押したり、本社彼女を守っちゃり。いやー、方言立花さん、スコー。立花、わかった。頼むで、立花。お嬢ちゃん、行くで。まあ、ちょっと真剣な押したりさんの声いいっすね。いつもとちょっと違ってゆったりした感じじゃない真剣な押したりさんのボイス、良きですよ。はい、行きましょう。怪我ばしと中たら近づかんこつまい。かまだすまい。ガマダスバイ、どういう意味だろう。お嬢ちゃん、ちゃんとついてきや。はい、頑張ります。逃がすな、捕まえろ。アライが来る、アライが。後ろの相手は追いたい。いや、強すぎ、立花さん強すぎる。立花さん、行くで、ゆっくりしたる暇はないんや。はい、行きます、ついていきます。わあ、見たことある扉、見たことある扉、来た。行き止まり。芸がないな、罠やと一目でわかるで。でも行くしかないんですよね。そうやな。まあ後ろからは追ってですからね。何があってもお嬢ちゃんは俺が守ったるさかい。見た感じ一本道っぽいし。あ、はい、やばい、ラスボスが、光が、ラスボスが見える。でで、よくここまで来た。大したものだ。ラスボス来た。この声、もしや、あなたがディスってた人でしょう、これ。まさかここまで来るとは思わなかったよ、押したり。榊監督。え？お、お前はあまり驚いていないようだな、押したり。そうなんだよね、押したりさんって結構2日目ぐらいでなんかおかしいなっていうのは思ってたもんね。監督が関わった時点でなんかあるなとは思ってましたから。あの監督がそう簡単に行方不明になるとは思えませんでしたしね。うん、なかなか冷静だな。さすがは押した。さすがだってさ。もしかして監督、この建物全部監督のもんなんですか。正解。そうだ、2人。この島全体、榊グループが新たに開発した。あ、じゃああの銃なんだった。やっぱ水鉄砲だったのかな。ほな、やっぱり船の事故もやらせやったっちゅうことですか。やらせ、察しのいい言い方。その通りだ。ええ、お嬢さんにも分かるように説明してあげよう。はい、お願いします。今回のことは全て我々と手塚、跡部たちで仕組んだことだったんだよ。うん、全てって。船の事故も救命ボートがこの島にたどり着くことも、我々が君たちと別れることも、全て予定通りなのだ。それじゃあ君のお父さんも無事だよ。おめでとう、よかったね。
よかった。ただし、あの嵐は予定外だった。あの混乱で君たちは我々と離れ離れになってしまった。でもよく考えたらさ、あの嵐がなかったらさ、どうするつもりだったんだろうね。船の故障とか言って座礁するつもりだったのかな。本当なら君と友人は我々と同行する予定だった。そのためにいろいろ苦労をかけてしまった。すまなかった。あ、いえ、いいんです。それより橘さんや真田さん、富士さんたちは？みんな無事だ。手厚く保護している。それにしては手荒な歓迎を受けたもんね。そうだよね。わざわざあんな風にしなくても良きじゃないですかって思うよね。この施設は新設計のアトラクションの一部でね。お前たちがここに侵入してきたので、いっそ試運転も兼ねて試してみたというわけだ。そんなこと言ってたな。あ、アトラクション。ほな、あの黒服の連中は監督んとこの SP ですか。その通りだ。お前たちが不慮の事故に遭わないよう見張らせていたんだ。お前たちが見事に巻いてくれたので、かなり向きになってしまったらしい。っていうかさ、真田とか橘とかさ、普通にあのガチモンの SP と戦って勝っちゃってるんですけど、ちょっと大丈夫なのかな。それにしても島の内部にこんな施設を作っていたなんて。だからこそここを合宿所に選んだのだ。監視カメラや監視用の飛行船で常に危険がないか見張っていられる。うまいこと考えたもんやな。本来危険な合宿のリスクを最小限に抑えたっちゅうわけか。そういうことだ。お前たちがここに潜入するなど、でも毒キノコ生やしてんだね。思い切ったことをしなければ毒キノコとか毒草とかは生やしてんだ。もう少しこの合宿を続ける予定だったんだが。まあ、いろいろ怪しいとこが多かったからな。ていうかさ、おしたりさんと山菜採り行ってなくない？山菜採りの話なかった気がするな。そうだな。キノコ取ったり。お前たちの洞察力を甘く見ていたようだ。それに、冒険心もな。それはどうも大きに。ともかく、ことが露見してしまった以上、アトベや手塚たちにも知らせておく必要がある。みんなで合宿所まで行こう。はーい。というわけでね、島はね、榊グループのものでございました。というわけだ。というわけです。少々腑に落ちないところがあると思ってはいたが、見事に。会話同じなんで飛ばしますね。どないした？お嬢ちゃん元気ないな。いやー、お別れだって思ってるからね、そりゃ元気はないですよ。あ、ゆいさん、 いえ何でもないです。そうか、ならええけど、お嬢ちゃんは明日帰ってまうんやな。あ、はい。寂しなるな、お嬢ちゃんがおらんと。え？お嬢ちゃんには感謝しとるんや。いろいろと手伝ってもらったしな。手伝ってもらったから感謝してるっていうのが伝えたいんじゃないでしょう、本当は。いえ、感謝してるのは私の方です。何かにつけて助けてもらいましたし。気にせんで、俺がやりとうてやっただけやから。ガクとか、いや、アトベか。ユシ、あ、そうか。花火の準備ができたってよ。アトベは出てこないか、こっち。さすがに。花火？なあ、そういやアトベはそんなもん用意した言うとったな。もうすぐ打ち上げだそうです。目玉は三尺玉だと。あ、出たぜ。アトベのやつ、いちいち派手なんだよな。もう慣れたもんでしょう、でも評定の人たちは。本格的な打ち上げ花火なんですね。そうやな。なあ、始まるみたいや。たまやーって言うんかな、赤やみたいに。おしたりさん、楽とは言いそうだけどね。わー、綺麗なもんやな。
じゃあね。この後だな。はい、綺麗です。そうやな。弾や来い、弾や来い。ほう、これはまたでかいな。弾やじゃないな、さすがにな。うわー、すごい。いいもん見たぜ。終わっちまったか。写真を撮ります。それじゃ撮るよ。はい、なんかね、記念にみんなで写真撮りましょうってことになって、写真を藤くんが撮ってくれます。いいっすよ。行くよ。そのままじっとしてて。まあ、記念写真はね、これ一人目の藤くんと同じメンバーですね。終了。次の日の告白を残すのみになったな。いや、今日はびっくりの連続だったね。じゃあおやすみ。もう寝ちゃった？明日頑張ろうね。はい、というわけで8月1日が終了しました。親愛度マックスになりましたね。うん、完璧。キーワードリストが1個抜けてるので、これはまた別途で取っていこうと思います。確か1個抜けてたはず。うん、1個抜けてるので、これはまた別途ちょっと取っていきたいなと思います。はい、というわけでここまでのご視聴ありがとうございました。次回もまた見ていただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。